動画編集しててふと思ったことがあって、うん、ナイスショットってよく言うけどさ、うんうん、やってる人のゴルフのレベルによって、うん、それが違うんじゃないかなと思って。平井弘明のワンナップゴルフ。例えば初心者のナイスショットってどうなったらっていうか、当たっただけでなんかナイスショットだけど、上手い人のナイスショットってもっと求めてるものが高いっていうか、そう、そんな感じがすんなと思って。オッケー範囲は違うね。違うよね、うん、許せる範囲が。そうだよね、うん、上手くなってくると、あれ、例えばボールがこっち側に出て曲がって戻ってくるみたいなところまで計算するんじゃない、うんうん、けど本当に初心者の人はそんなの関係ないじゃん、うん、当たれば OK みたいな、うん、そうだね、まあ、球が浮いてある程度まっすぐ行けば、うん、まあ、OK にしちゃうよね。それもなんかどこを狙ってるかも初めて分かんないじゃん、うん、自分ではそっち狙ってると思っても向いてなかったりするじゃん。だから自分の当たった感触だけでしかナイスかナイスじゃないかって分かんないし、うん、当たった感触はすごいいいんだけど自分が思った方向に飛んでってないとか、うん、でもそれってスタンスがそっち向いてないから、うん、そもそもそれが正解なんだけど、うん、向いてる方向が違うよねとかってあるから、うん、なんかレベルによってもナイスの範囲って、うん、意味とか範囲って違ってきたのかなと思ったんだ。そうだね、違うね。見てる人によっても違うと思うんだよね。あ、そういうことか、うん、例えばマネジメントができる人とできない人で同じレベルだとするじゃん。うんうんうん、したらマネジメントできない人が打ったとする、そこそこの球、例えば50のそのグリーンで右行けだとする、うん、左セーフ、マネジメントできない人、うん、あー左行っちゃったよ。でもマネジメントできる人からしたら、え、左行ったけどさ右行けだからさ全然アンパイの方であれでよくないってなるわけ。そういうちょっとしたズレも出てくるわけ。そうだね、うん、だからマネジメントできる人からしたら OK なわけ、うん、でもマネジメントできない人でピンしか狙ってない人からしたら三角か×なわけ、はいはいはい、そういうのが OK 範囲っていうか、うんうん、OK 範囲にあれは外れちゃって引っ掛けたミスショットだって思っちゃう、うんうんうん、場合もある。ぐる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 パン、ここ向いた、今向いたところにナイスショット打ったわけよ、はい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 、でもショット単体はナイスの100点なの。そうだね、だけどターゲットないじゃん。ああ、はいはいはい、そういうことが起こってる。ああ、そうだね、そうだね、うんうんうん、だからターゲットに対してどういう球を打ってそれが OK 範囲なのかっていう、そこまでが OK 範囲を決めてる部分だと思うんだよね。ここ向いてナイスショット打った、ここ向いてナイスショット打った、ここ向いてナイスショット打った、でもさターゲット3つ分かれちゃうじゃん、うんうん、そうだね、ちゃんとしたものにターゲットに対してナイスボールを打ったんであれば、その打感だけの100点が本当に100点になるっていう、そういうのが出てきますよってこと。まあ、ズレというか、ただナイスショットだけ求めててコース行ってバチンって打ってピンからちょっと遠くても打った本人はすごい納得、うんうん、でもコースでのマネジメントとしてはあんまり良くなかったよねとかって、あー、そういうことか、うん、そういうものがすごくあるから、だから人によってOK 範囲っていうのが変わるかもしれないね。例えば練習場だとバカスカ打てるから感触が良くて芯に当たってる、うん、けど何も狙ってないでただ打ってるだけ、うん、でもそれは当たってるからナイスショットだと思ってても、うん、コース行ったら狙って打っていかなきゃいけないから、うん、全然そういう意味じゃ当たりが良くてもナイスじゃなくなっていっちゃうってことだ。そう、そう、ターゲット決めてないでただ振ってナイスショット打ってるのは練習じゃないよね。ただこう気持ちを満足しようとしてるような練習になっちゃう。初心者が初めはねただ振るだけじゃん、うん、当たんないから、うん、当たるように多少なってきたら、うん、もう狙って打つようにしていかないと何にもなんないんだ。そう、そう、どんどん狙っていった方がいい。狙った時にできないことって出てくるから、普通にまっすぐ構えてパンってナイスショット打っても、うんうん、狙ったらそのナイスショット打てなくなっちゃうっていう人いっぱいいるから。それこそバッティングセンターと一緒、うん、打った後一塁に走んなきゃいけないって言って打てなくなっちゃう人がいるぐらいだから、そういうのと一緒。ちゃんとターゲットっていうのは狙わなきゃいけない。でも確かにそのあそこに向かって打とうと思って、うん、いい感触で言っても全然そっち飛んでいかない時あるよね。あるあるある。俺なんかやんないから特にさ、うん、当たってんのにあれ全然思ったとこ飛ばねえなって、まあ、向いてないんだろうけどさ、それがそっち側にね、うん、例えばね、うん、練習場の OK 範囲を打つよ、うん、ミスショットでね、うん、
これまあまあナイスだよね、うん、そうだね。これミスショットだよね、うん、これはこの3球だったら明らかに2球目がナイスって分かるじゃない、うん、分かる。でじゃああのナイス真ん中のナイスをベースに、今のと、うん、まあ、こうやってちょっとスピードを上げました、うん、ってなったらじゃあどっちが OK なの、はいはい、両方 OK なのってなってくるじゃない。したら結局両方ナイスだとしたら同じ番手なのにあれだけ縦の距離が誤差があるわけじゃない。そしたら両方 OK じゃないよねってことは、両方感触がいいんだったらヤーデージが2個あって初めて両方 OK になるわけじゃない。自分がヤーデージに対して打ってないとそういう誤差も出てくるわけよ。だから自分の力感が分かんなくなっちゃう。あ、本当はターゲット決めないと OK っていうのがなくなっちゃう、合格点がない。横だけじゃないんだもんね。そう、縦もあんだ。そう、やば。横はさね、なんとなく見た目で分かるじゃん、うん、だけどその縦距離っていうのはヤーデージを決めてなかったら、そうだね、そう OK 範囲っていうのがなくなる。ただの本当に打ってるだけのナイスショットになっちゃう。縦ってやべえな。縦はね調整できない気がする。縦が合ってれば怖いっていうじゃない、うん、そう。だから横はね別に、まあ、そこまであれなの。縦距離が合ってるとやっぱすげえなと思う。ちゃんとその距離感っていうのを出していくのがすごく大事。初心者の話ばっかになっちゃうんだけどさ、うんうん、コース行った時にそのナイスショットが打てる確率も少ないじゃない、うん、当たる確率も少ないから、うん、ってなるとさマネージメントもクソもないってこと。チョロみたいなのが増えるじゃん、転がるっていうか浮かないとか。でもやってそれも計算に入れてやるの、うんうん、ナイスショットを計算に全部組むんだけど、はいはいはい、ミスショットはたまたま出たっていう体にしてほしいわけよ。あ、そうなんだ。そう、だから生まれてこの方ナイスショット一発と思ったことないんだったら、うん、計算しようがないじゃない。そうだね。だけどなんとなく絶対一発はあると思う、うん、したらなんとなく何ヤード飛ぶかぐらいは分かるわけよ。うん、女性だったらドライバーのナイスショットが100ヤードだとします。したら当たったら100ヤードいっちゃうんだよっていうことを考えながら、うんうん、例えば100ヤード付近に何もないよね、大丈夫だよね、じゃあ真ん中打とう、100ヤードの右側には池がある、じゃあ左打とう、それで空振りでもいいの。必ずナイスショットを前提にクラブ選びと方向の選び方をしなきゃいけないってこと。それはもう絶対よくねあんの、調子悪いから番手1個上げてと、うんうん、調子悪いの知らない、当たっちゃったらどうするの、はいはいはい、そういうこと考えなきゃダメ。必ずフルショットだけの前提だとしたら、フルショットで今の持ってる番手を何ヤード飛ぶのか、うん、それはナイスショットの飛距離よね。例えば俺9番で140ヤードだったら、うん、あ俺今調子悪いから9番で130計算なんだよね、こんなのありえないから。そうなんだ。あ、だったらピッチングで、うんうん、普通のフルショット130ヤードを打ちなさい、うんうん、でそれにピンポジションだったり風だったり天気だったりそういうもので、じゃあ9番で抑えようかとか、そうなってくんだったらいいの、うんうんうん、調子いい悪いの番手の落とす上げるっていうのはもう絶対ダメ。調子を入れちゃダメ。ダメなんだ。うん、だから調子ってさ変わるの？プロは変わらない。そうでしょ。調子で距離は変わらない。そうだよね。多分そうなんだよね。変わらない。今聞いてそうなんだろうなと思って。要は当たる当たんないのことを言ってんでしょってもちろん思うんだけど、うんうん、グリップ緩まないから当たらなくても飛距離は変わらないんだよね。うん、例えばこれここで打っていい？うん。ここで。うん。そう、すごい当該に当たってんの。そう、今ここに当たったんだけど、うん、でもあれだね、音はちゃんと落とすんだね。ハンドトップだから出たなんかテープねえかな、ウケんだよな。なんだそれ、ハンドトップだからじゃないんだよねガムテープとかねえかな、なんかテープとかあればいいんだけどな。まあいいや。例えばここ塔に当たったらグリーンってなるのを要は防いでるわけよ、うんうんうん、そういうのがあると別に調子悪くっても距離は落ちないね。ほう、うん、あまり変わらない。だから番手を変える必要がないから、例えば調子が悪いって言って
振らないようにしてるってことなんじゃないのかなって俺は思うわけ。ああ、はい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 、それも間違ってるし、そもそもスイングスピードを落としたらまっすぐ行くのかって話だ。対処法がもうずれちゃってることがあるから、そういうものは気をつけていただいた方がいいんですよ。なんかいいマネージメントの動画になっちゃったね。いいって言ってくれればすごく嬉しいですけどね。あ、分かんない、俺が知らないからそう思っただけで。いや、いいんです、いいんです。そういう風に考えてる人がいたら、うん、え、それ違うんだってなればね。あ、そう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 、考え方を変えてみることがすごく大事ですよね、うん、そういう動画ですよ。こういうコース行った時に必ず番手と方向っていう、例えばスライス出るから左向くとかじゃない、フック出るから右向くとかじゃないですよね。じゃあチョロが出るからってこうやってやらないですよね。ね、天ぷら出るからって最初からこうやってやらないですよね。もっと天ぷら出ちゃいますよね。そうだから、そういうのが本当は違うんじゃないのっていうのが多いです。見てて正しく対処していただければと思いますね。それはもう習ってるインストラクターに聞いてください。 1000% 知ってますんで、そういう動画です。正しいジャッジをしてくださいっていう動画ですね。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。